再開いたします。荒垣義豊君。会派沖縄自民党、荒垣義豊でございます。まず、玉城デニー知事、2期目のご就任、誠におめでとうございます。またこの議場において、知事のこれまでの施策や今後に向けてさまざまな県政の課題についてなど、やり取りをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは会派を代表いたしまして、通告に従い質問いたします。沖縄県は復帰して51年目を迎え、この第6次の沖縄振興計画は、この先50年に向けての礎となる、非常に大事なものとなるのは共有されているかと思います。5月には、新沖縄21世紀ビジョン基本計画が策定され、実施計画が9月末に策定。これからその計画に沿って、さまざまなことが動こうとしております。しかし、大元となった21世紀ビジョンは10年前に作られ、この10年間で多くの技術革新や、この3年にも及ぶ新型コロナの感染拡大などによって、我々の行動の変容も求められております。21世紀ビジョンには、急激な社会、経済情勢の変化などが生じた場合、必要に応じ、適切な手続きを経て、本ビジョンの見直しを行うともありますので、本来であれば、その21世紀ビジョンの改定も含め、取り組みをしなければならなかったと思っております。まあ、そのことも含めまして、第6次の沖縄振興計画についてお話を聞かせていただきます。1、第6次の沖縄振興について、1、新沖縄21世紀ビジョン基本計画について、去る5月15日に取りまとめられた新沖縄21世紀ビジョン基本計画であるが、概要版や図解版などがなく、県民にとって分かりにくいものとなっている、県民へどう周知しているのか伺う。2、新沖縄21世紀ビジョン基本計画の具体的計画である実施計画が9月末に策定されたところであるが、従来の実施計画との違い、特徴について伺う。過去に、岡田直樹沖縄北方対策担当大臣との会談について、知事は去る9月14日に、岡田直樹沖縄北方対策担当大臣との会談を行っているが、会談の成果について伺う。過去3、復帰50周年事業の進捗について、県が本年度計画して計上している復帰50周年事業関連予算の施行状況について伺う。過去4、離島振興について、農林水産物条件不利性解消事業について、括弧は令和4年度から輸送手段を問わない品目別単一単価となったようだが、制度変更に至った経緯を伺う。括弧い、制度変更によって航空輸送補助への補助単価が大幅減となっており、事業者からは苦悶に満ちた訴えが上がっている。制度を見直すべきではないか伺う。い、離島における産業廃棄物処理については、人口流入や観光需要の高まりなどによって逼迫していると思われるが、合わせ処理や当該搬出など、廃棄物処理の広域化を考慮すべきではないか伺う。う、離島の農産物ブランド化のため、国営土地改良事業、国営関連土地改良事業について推進を図るべきと考えるが、今後の予算確保についてどう戦略的に取り組む考えか伺う。括弧5、西銘大臣ビジョンについて、去る5月に取りまとめられた西銘大臣ビジョンについて、県はどのような受け止め方をしているか伺う。い、西銘大臣ビジョンに掲げられた取り組み、支援策について、国と県、市、町村が連携して取り組むことにより、相乗効果が高まるものと考えるものはあるか伺う。括弧6、第6次計画期間における振興予算の規模について、知事は沖縄振興予算を3000億円台確保するように要請をし続けてきたが、3000億円台とする根拠は何か伺う。い、県は計画期間の10年間で必要とする振興予算の総額をどの程度と見込んでいるのか伺う。括弧7、地方創生臨時交付金の活用状況について、原油価格、物価高騰分として決定された地方創生臨時交付金の県分64億8295万円の予算計上状況及び執行状況について伺う。い、電力、ガス、食料品など、価格高騰重点支援地方交付金として決定された地方創生臨時交付金の件分、54億4600万8000円の予算計上及び、予算計上状況及び施行状況について伺う。政府が新たな経済対策を検討していることが報じられた、今後の予算計上はどの時期に行う予定しているのか伺う。ロシアのウクライナへの侵攻がなされ、7ヶ月以上が経過をしております。
まあ、遠く8000キロ以上離れた市ではありますが、世界的な報道や地元からの SNS での発信なども含め、本当に悲惨な状況が日々伝わってきております。沖縄県としても避難民の受け入れなどでさまざまな支援をしているかと思います。しかしロシアの東側の隣国といえばこの日本であります。また北朝鮮も今年に入り20数発のミサイルを撃ち、台湾へのアメリカナンバー3であるペロシ下院議長が訪問したことをきっかけにしたといわれる中国による軍事演習など、世界的な軍事環境の変化、特に日本を取り巻く環境は加速的に危機に向かっていると思われます。そこでお伺いします。2、基地問題安全保障について。1、本件をめぐる安全保障環境について。あ、中国による台湾海峡へのミサイル発射や北朝鮮のミサイルによる度重なる挑発行為が続いているが、県として本件をめぐる安全保障環境をどのように捉えているのか伺う。い、知事は以前、一帯一路構想に関して、今後、日本政府が協力する場合には、アジアと日本の架け橋として双方向の経済交流に貢献していきたい旨の答弁をしているが、台湾有事が切迫している中で、中国、台湾との関係をどう構築しようとして考えているのか伺う。う、先島へのシェルター配備の報道があったが、県としてどのように受け止めているか伺う。え、台湾有事は我が国の平和安全法制上どのような位置づけで、国民保護の仕組みはどのようになっているのか伺う。お、台湾有事に合わせて尖閣諸島への事態対処も想定されるところであるが、県として国民保護の仕組みや体制に万全を期することができるのか伺う。かっこ2、米軍基地問題について。あ、辺野古移設について。かっこは、去る臨時会で可決された補正予算を含めて、これまで辺野古移設をめぐる裁判に要した費用について改めて伺う。かっこいい、最高裁で決着した場合、その司法判断を尊重すると先立って知事公室長は答弁した。改めて最高裁の判断を受け入れることについて、知事自身の答弁を求める。かっこう、普天間飛行場の早期の危険性除去方策として、木埋め立て部分への先行的な機能移転、供用開始を国に求める考えはあるのか。い、PFOS 対策について。過去は、水源汚染が判明しているが、浄水場などにおいて除去することは技術的に可能なのか。過去い、技術的に可能である場合、その除去に関わる費用などは、国や米軍へ求める正当な理由ありと考えるかどうか。う、嘉手納基地パパループ地区防災整備格納庫移設計画について、我が沖縄自民党は会派として、先般沖縄防衛局に対し、移設計画の撤回を含めた見直しを行うよう、米側へ強く申し入れるよう求めたところであるが、県はどのような対応をするか伺う。え、跡地利用と先行取得について、跡地利用を進めるにあたって、先行取得が新しい沖縄振興特別措置法でも規定されたが、キャンプ・キンザー内軍用地のオリオンビールによる売却により、先行取得の点から県としてどのような関心を持っているのか。かっこ3、国際情勢について。あ、ウクライナ侵略を教訓として、物理的な攻撃破壊の前に、サイバー戦が展開されることが現代的戦争のありようとなっている。本県の公共機関、企業、県民を守るために県、市町村が実施しているサイバーセキュリティ対策について伺う。い、ウクライナ問題、円安の進行による本県の経済安全保障をどう守るのか伺う。う、ロシアによる一方的なウクライナ併合が行われた。国連事務総長は住民投票が国際法に違反していると声明を発表している。このような国際秩序を蹂躙する行為に対して知事の所見を伺う。かっこ4、国連の場での主張をするとの考えについて。あ、知事は新聞インタビューに対し、今の司法の限界、憲法を守らなくてもいいという政府、国会の限界が露呈していると発言したが、その真意は何か、具体的に何をもって憲法を守らなくていい政府と指摘しているのか。い、統治機構を否定するとも受け取られかねず、改憲的発言であり、撤回すべきではないか。う、国体を否定し、国連での主張を展開したいという考えのようだが、琉球先住民の権利として主張する意図があるのか。沖縄県は、新型コロナの感染拡大により、好調であった観光業の停滞など、非常に影響を受けた。加えて、ロシアのウクライナ侵攻による資源高騰により、製造業なども負担が増えることが予期される。沖縄県としても新たなエネルギー政策や新しい産業の創出なども含めて、産官学一体となっての取り組みが必要であり、以下、沖縄県の体制について伺う。3、産業振興について。1、エネルギー問題について。あ、ウクライナ問題による原油の高騰など、我が国経済はエネルギー資源を外部環境に依存していることを改めて認識することとなった。
今後、石油・石炭を中心とする構造からの転換をどう図っていくことを考えているのか伺う。い、県内における新エネルギーとしての水素普及への取り組みについて伺う。過去に自治体 DX の推進状況について、あ、県は自治体 DX の意義をどのように考えているのか伺う。い、デジタル庁が取りまとめた自治体のオープンデータ取り組み状況によれば、沖縄県内市町村の取り組み状況は 26.8% と全国ワーストである。その背景、要因と今後県としてどのように対処していく考えか伺う。 3、新しい沖縄経済のビジョンについて、先の参議院議員選挙において我が党公認候補は新五経経済として観光、環境、健康、海洋、企業の5つを新しい沖縄県の沖縄経済の柱とするビジョンを示した。県としてはこういった分野をどう伸ばしていく考えを持っているのか伺う。今年は台風の被害も大きいと聞く。県外においても河川の氾濫に伴う浸水や土砂災害などで非常に大きな影響をもたらした地域もある。先般も台湾花蓮県での地震などもあったが、沖縄県においても地震の可能性は十分にある。また度重なる大雨による地滑りや浸水などで被害を受ける場所の改良による県土強靭化や行政連携、地域連携などハード・ソフトでの防災・減災の体制強化を行う必要がある。以下伺う。4、県土強靭化・防災・減災について。1、公共施設の適正管理について。あ、民間シンクタンクによると2035年をピークに貸し屋の供給過多により空き家が増えると見込まれている。空き家が増えると火災の原因ともなりうるが、県としての空き家対策と今後の公営住宅の方針について伺う。い、老朽化している建物や施設は地震などの災害の際に人的被害を及ぼすなど危険な状況にもなりうる。県内各所、特に県が所有する公共施設の状況について伺う。う、過去5年間における公共施設など適正管理推進債の活用例について伺う。え、令和4年度からの同事業債の制度変更点、本県での活用可能性について伺う。括弧に、台風11号および12号の被災状況と復興に向けた取り組みについて伺う。括弧3、今年3月の地震調査委員会においてマグニチュード7以上の地震が与那国周辺で30年以内に 90%、 本島近くで 60% 程度となっているが、地震津波防災について県の対策を伺う。括弧4、離島からの商業者運搬などの連携体制確保は重要な課題であるが、現在自衛隊に多くを頼っている状況である。県として消防防災ヘリ導入をどのように考えているか、また導入の時期について伺う。括弧5、 PPP、PFI のこれまでの実施状況と課題、今後の方針について、また優先規定の運用による簡易の検討を行った件数について伺う。括弧6、地域防災計画における離島住民の避難安全確保についてと、その周知方法についてどのように行われているか伺う。括弧7、自衛隊による防災出動、安全安心への貢献状況と県の防災危機管理との連携についてどのような状況になっているか伺う。括弧8、沖縄県防災危機管理センター等括弧仮称の建設の進捗について伺う。今年はまもなく国民文化祭の開催が天皇皇后両陛下のご臨席のもとで行われます。沖縄県の文化の発展は親和性の高い観光業のみならず、今後さまざまな産業の発展にもつながるものであると考える。特に首里城正殿の復元工事がスタートするが、そこには琉球時代から伝わる工芸技術なども大きく生かされている。スポーツ分野においても県出身の競技者が活躍し、県内でもゴールデンキングスやアスティーダなどのプロスポーツも活況を呈している。またオリンピックを契機としたアーバンスポーツへの取り組みの要請なども各自治体へと行われるようになっている。しかし文化観光スポーツ分野を安定させて県の産業の柱の一つとするためには、まだ多くの課題があり、行政としての支援も必要であるとの声も大きい。そこで以下を伺う。5、文化観光スポーツ行政について。括弧1、沖縄文化芸能の振興について。あ、琉球歴史文化の日について。琉球歴史文化の日条例第3条では琉球歴史文化の日事業を行うと規定されているが、本年度はどのような事業を具体的に実施するのか伺う。い、世界のウチナンチュ大会について。世界のウチナンチュ大会が6年ぶりに開催されることになっているが、水際対策やセキュリティなど受け入れ体制はしっかり検討されているのか伺う。う、国民文化祭について。天皇皇后両陛下ご臨席のもと国民文化祭が実施されるが、県の取り組みについて伺う。え、首里城の復旧復興について。括弧は、
首里城正殿の復元工事がいよいよ11月に開始される運びとなったが、今回復元にあたって平成の復元工事との違いや 特徴的な事柄について伺う。かっこいい。美ら島財団への管理委託を継続するための議案が提案されているが、管理責任を問うことなく管理委託を継続することについて県民の理解を得られるのか伺う。お、琉球舞踊の普及と継承について、日本の伝統文化である歌舞伎が興行として大成功を収める一方で、琉球舞踊については普及と継承という課題があるように思われる。文化行政の観点からこの課題をどのように捉えているか伺う。か、琉球料理文化の継承について、食の多様化によるより琉球料理の伝承が危ぶまれており、県でも沖縄食文化保存普及継承事業が行われているが、どのような計画体制で取り組みがなされているか伺う。過去に沖縄振興について、観光振興について、観光統計について、観光事業の算出方法について伺う。1人当たり観光消費額の算出方法について伺う。観光統計の現状は推計値に頼らざるを得ない部分が大きいとはいえ、観光ビッグデータは重要な情報資産になりうる。県として観光ビッグデータの収集集積について取り組みを進める考えはあるのか伺う。い、観光需要の対応について、10月11月の観光客数はコロナ禍前の水準への増加が見込まれているが、レンタカーやリネン、ホテル運営など観光を支えるインフラが壊れた状況であり、受け入れ側の体制整備が求められている。県の対策を教えてもらいたい。う、観光危機管理については、県は令和4年3月に観光危機管理基本計画を改定したが、どのような点が変更になったか伺う。え、観光人材の育成について、来年4月から沖縄高専に観光地域共生デザインコースが設置されるようであるが、観光人材の育成について県はどのように連携を進めていくのか伺う。お、観光業界に対する知事の姿勢について、去る知事選において観光業界の業の方々からは何度となく話を聞いてほしいと要請したが、わずか2回ほどしか知事は会ってくれなかった。観光立県を標榜する一方でコロナ対策支援も十分行き届いていないといった玉城知事への不信の声ばかりが聞こえてきた。知事は本気で観光業への支援を行う腹積もりはあるのか、どのようにして国から支援策を勝ち取ってくるのか明確にしてもらいたい。かっこ3、スポーツ振興について、フィバーワールドカップについて、かっこは県外からの来客見込みなど経済効果の推計について伺う。かっこいい、大会開催にあたっての警備体制について伺う。スポーツコンベンション誘致について、さまざまなスポーツコンベンション誘致の可能性を検討しているものと考えるが、どのような戦略を持ってアプローチを図っているのか伺う。スポーツインフラの整備について、過去は大野山陸上競技場の J1 企画スタジアムへの改修事業について、現状と今後の見通し課題について伺う。かっこいい、アーバンスポーツへの興味関心が高まる中で沖縄県内における施設整備の状況と普及に向けた県の戦略について伺う。先ほどの産業振興についてと同様に、県内の農林水産従事者においても畜産飼料の高騰やエネルギー関連の飼料高騰により経営を圧迫しているとの声が日増しに大きくなっている。食料安全保障の上で県内自給率向上を進めることが必要であると考えるが、このままでは生活も厳しいと離職転職をする農林水産業従事者も増えるのではないかと予見される。沖縄県は島嶼県であり土地も限られているからこそ、しっかりとした方策を取って取り組まなければならないと思う。以下伺う。6、農林水産行政について、1、畜産飼料の高騰への対策について、補正予算計上後も県からの説明がない状況が続いていることについて伺う。2、ブランド牛戦略について、和牛オリンピックが鹿児島県において10月6日から開催されるが、沖縄県のブランド牛戦略はどのようになっているのか伺う。3、県内酪農家の現状と支援策について伺う。4、海面事業養殖の振興強化について伺う。5、企業誘致のための工業用地確保に関して、農林地域と工業用地とのバランス、都市計画、まちづくりの県知事からの調整状況について伺う。以上となります。あとは答弁いただきまして、再質問させていただきます。
ただいまの荒垣義豊君の質問に対する答弁は時間の都合もありますので午後に回したいと思います。休憩いたします。午後の会議は1時25分から再開いたします。再開いたします。午前の荒垣義豊君の質問に対する答弁を願います。知事、玉城デニー君。荒垣義豊議員の質問にお答えいたします。基地問題安全保障についてのご質問の中の2の括弧4のあ、および2の括弧4のい、新聞社のインタビューおよび発言の撤回についてお答えいたします。2の括弧4の後、2の括弧4の意は関連しますので、恐縮ですが、一括してお答えいたします。去る9月の新聞社のインタビューにおける発言につきましては、すみません、失礼しました。政府に関しては、辺野古新基地建設に反対する県民の民意が明確なものであるにもかかわらず、採決によって沖縄県の処分を取り消すなど、辺野古新基地建設を強行し、憲法の定める民主主義や地方自治などの理念にそぐわない対応を行っていること、司法に関しては、採決の取り消しを求めて県が提訴した訴訟で、本案について判断をしていないこと、国会に関しては、現時点でこの問題を解決するに至っていないこと等から発言したものであります。私は政府に民主主義や地方自治の理念に合致した対応を行っていただきたいと考えており、特に発言を撤回する必要はないものと考えております。次に、2の括弧4のう、国連で主張することについてお答えいたします。沖縄県は国際社会に対し、沖縄の基地負担の現状や、辺野古新基地建設に反対する理由などを幅広く発信することにより、辺野古新基地建設問題をはじめ、米軍基地に起因するさまざまな課題の解決につなげたいと考えております。今後、問題解決に向けて、国連を含め、どのような場で発信することが有効であるか等について検討してまいります。その他の質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。企画部長、義馬秀樹君。1、第6次の沖縄振興についての中の括弧1のあ、新沖縄21世紀ビジョン基本計画の県民への周知についてお答えいたします。県では、新沖縄21世紀ビジョン基本計画の県民への広報として、5月の知事記者会見における発表をはじめ、県ホームページでの計画の公表、広報誌、美ら島沖縄での特集、広報番組、うまんち広場の放送、職員による県政出前講座の実施等に取り組んでまいりました。また、今月末には新基本計画の意義や内容について、パンフレットの作成や新聞広告を予定しております。さらに、今後は特設ホームページの制作や啓発イベントの実施などを通して、県民への周知に努めてまいります。続きまして、同じく1の括弧1の E、新沖縄21世紀ビジョン実施計画と前回の計画との違いや特徴についてお答えいたします。新沖縄21世紀ビジョン実施計画は、計画期間を前期3年、中期3年、後期4年としております。前回の実施計画の前期5年、後期5年から期間を短縮することにより、事業の進捗や社会情勢の変化に速やかに対応することが可能になると考えております。また、前回の実施計画では、施策を束ねた施策展開ごとに複数の成果指標を設定しておりましたが、取り組みと成果指標の関係が分かりにくいという指摘があったことから、
新実施計画では各施策ごとに成果指標を設定し、取り組みに対する成果の明確化を図っております。さらに基本施策の主要指標と施策の成果指標等については可能な限り定量的な目標値を設定し、関係を明確化することにより適切な施策の効果検証につなげていくこととしております。続きまして、同じく1の括弧に岡田沖縄担当大臣との面談についてお答えいたします。去る9月14日の岡田沖縄担当大臣との面談において、知事から令和5年度沖縄振興予算の確保や新型コロナウイルス感染症の再拡大抑止、県経済の回復および雇用の維持など14項目について要望いたしました。その際、岡田大臣からは知事と連携をしていきたい、予算編成の過程では財政当局としっかり接触したいとの発言がありました。また岸田総理大臣は今国会における所信表明演説において強い沖縄経済を作るための取り組みを進めるとも述べられていることから、県としましては予算確保等要望項目の実現が図られるよう国と連携し取り組んでまいります。同じく1の括弧3、復帰50周年記念事業の進捗状況についてお答えいたします。県では復帰50年の節目において、県内はもとより県内外に向けて沖縄のこれまでの発展の歩みや将来の可能性を発信していくため42の記念事業を実施することとしております。これら事業の中には、記念誌の発刊のように委託して実施する事業や実行委員会等へ補助して実施するイベント等が含まれており、その実施方法は様々であります。なお、一部事業においては新型コロナウイルス感染症の影響により内容を変更したものや開催時期を遅らせたものもありますが、おおむね事業計画に沿って取り組みが進められているところであり、年度内の実施に向けて着実に取り組んでまいります。同じく1の括弧5の A、 西銘大臣ビジョンの受け止めについてお答えいたします。西銘大臣ビジョンにおいては、1、観光リゾート産業、2、農水産業加工品、3、IT 関連産業、4、科学技術、産学連携を重点4分野として位置づけ、具体的戦略を示しております。これらの戦略については、新沖縄21世紀ビジョン基本計画においても位置づけられているところです。県としては、国、市町村をはじめ、関係機関と意見交換等を通じて連携を図り、新沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げた地方政策の着実な展開が図られるよう全力で取り組んでまいります。続きまして、同じく1の括弧5の E、 国、県、市町村の連携についてお答えいたします。西銘大臣ビジョンは、新沖縄21世紀ビジョン基本計画を後押しし加速化するものであるほか、県、市町村、経済界等の協調した取り組みを支援するものとされております。同ビジョンで掲げた重点4分野は、いずれも国、県、市町村が緊密に連携して取り組む必要があり、政策の相乗効果を発揮できるよう取り組んでまいります。同じく1の括弧6の E、 計画期間で必要と見込む振興予算額についてお答えいたします。平成24年度から令和3年度までの全計画期間中は、年額3000億円台の沖縄振興予算を確保し、経済を下支えしたことにより、コロナ禍前の県経済は観光客数の増加や雇用情勢の改善など好調に推移しておりました。現計画期間中において好調な県経済を取り戻すためには、前計画と同程度の年額3000億円台を維持する必要があります。また沖縄振興特別措置法に基づく特例措置等を活用した振興策を円滑かつ着実に実施するためにも、年額3000億円台を維持する必要があることから、昨年11月に知事、市長会会長、町村会会長の連名で要請を行ったところであります。続きまして、2、基地問題安全保障についての中の括弧2の A、 オリオンビール所有地の売却についてお答えいたします。オリオンビール所有地が県内投資会社に売却されたことは新聞報道等により承知しております。また先行取得を進めている浦添市に確認したところ、当該土地取引については
いわゆる跡地利用推進法第14条に基づく土地を譲渡しようとする場合の届出が行われていると聞いており、県としても適切な手続きが行われているものと認識しております。同じく2の括弧3の A、県市町村のサイバーセキュリティ対策についてお答えいたします。県市町村においては、国の示すガイドラインを踏まえたセキュリティ基本方針等を策定し、サイバー攻撃等を想定したセキュリティ対策に取り組んでおります。具体的には、全市町村とインターネットの接続ポイントを集約した上で、24時間365日の高度な監視機能を備えた沖縄県情報セキュリティクラウドを共同運用し、攻撃に対する防御を行っております。県としましては、引き続き県民サービスへの影響が出ないよう、関係機関と連携し、サイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでまいります。同じく2の括弧3の E、円安等による本県の経済対策についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化し、県経済が疲弊する中、今般の急激な円安等に伴う物価高騰は、家計や企業に大きな影響を及ぼしています。こうした認識のもと、6月および8月補正予算において、ひとり親世帯生活支援特別給付金や飼料価格高騰対策など、物価高騰に対応する生活者支援および事業者支援を講じてきたところです。一方、円安は外国人観光客の増加による観光需要の回復、農林水産物をはじめとした県産品の輸出拡大につながることから、円安のメリットを最大限引き出せるよう取り組んでまいります。続きまして、産業振興についての括弧2の A、自治体 DX の意義についてお答えいたします。自治体 DX については、デジタル技術を活用して、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化により人的資源をさらなる行政サービスの向上につなげるなど、大きな意義があるものと認識しております。このため県では、知事を本部長とする DX 推進本部や、外部人材を活用した DX サポート体制の整備、運営、市町村支援等に取り組んできたところです。また、9月には DX 推進の考え方や方向性等を示す総合計画である沖縄県 DX 推進計画を策定しました。今後は本計画のもと、DX の推進に計画的かつ総合的に取り組んでまいります。同じく3の括弧2の E、県内市町村のオープンデータの取り組み状況についてお答えいたします。令和2年度に国が実施した調査によると、県内市町村がオープンデータに取り組むことができない理由として、人員不足やデータの公開方法といったノウハウの不足等が挙げられております。これらの課題を踏まえ、県はこれまで実施してきたオープンデータに関する周知・啓発に加え、市町村の取り組みを支援する事業を実施することとしております。具体的には、県市町村のオープンデータポータルサイトを準備し、データを作成、公開に係る手順書を整備するほか、データの公開に向けたフォローアップを行い、市町村の取り組みを後押ししてまいります。同じく3の括弧3、本県の成長分野についてお答えいたします。県経済が持続的に成長するためには、本県のリーディング産業である観光産業や情報通信関連産業の振興のほか、新たなリーディング産業を複数育成することが重要になると考えています。今後、新たな産業への成長が期待されるシーズとして、海洋資源の保全と活用を両立するブルーエコノミー分野、医療、バイオ、科学技術分野、文化、スポーツ分野などが挙げられます。県としては、本県が有する地域特性やソフトパワーを生かした産業振興に向け、外部要因等に左右されない足腰の強い経済構造に転換できるよう、施策を強力に推進し、取り組んでまいります。続きまして、4、県土強靭化防災減災についての括弧5、PPP-PFI の検討状況についてお答えいたします。PPP には、指定管理者制度、包括的民間委託、および公共施設等の設計建設に加えて、維持管理、運営を一体的に民間事業者が行う手法である PFI 方式が含まれており、県施設においては、これまでに指定管理者制度や包括的民間委託が導入されております。
県では一定規模の公共施設等の整備等を進めるにあたり、沖縄県 PPP、PFI 手法導入優先的検討規定、検討規定をに基づき、PPP、PFI 導入にかかる簡易な検討を経て、詳細検討を行うこととしており、現在、簡易な検討を行っている案件が2件、詳細検討を進めている案件が2件となっております。PPP、PFI は、施設規模や提供されるサービス等によって、手法がさまざまであり、検討事項が多岐にわたることから、検討実施にあたっては、各段階に応じたノウハウが必要となっております。このため、検討しましては、関係機関と連携し、各種セミナー等における事例紹介や、個別相談などを通して、町内および県内企業への理解促進、ノウハウの蓄積に取り組んでいるところでございます。以上でございます。農林水産部長、崎原守光君。第6次の沖縄振興についての括弧4のあの括弧は、農林水産物条件不利性解消事業の見直しの件についてお答えいたします。新たな農林水産物条件不利性解消事業については、生産者団体、学識経験者および物流事業者との議論を重ね、新たな沖縄振興のための制度提言として取りまとめ、国との協議等を経て持続可能な物流ネットワークの構築を目指す現在の枠組みに至っております。補助単価については従来、航空輸送と船舶輸送の2つの単価を設定しておりましたが、顧客のニーズ、品質保持と物流コストのバランスを踏まえ、出荷者自身が保持送方法を選択できるよう、1つの単価としております。同じく1の括弧4のあの括弧い、農林水産物条件不利性解消事業の見直しについてお答えいたします。新たな不利性解消事業では、補助対象品目を拡充するとともに、北部離島町村への補助事業を新設し、農林水産物や一次加工品の県内外への出荷補助を実施することとしております。出荷事業者からの今年度の交付申請では、前年度実績を上回る出荷量が計画されております。さらに、鮮度保持技術を活用した実証事業に対する補助等を実施します。課題としましては、事業の目的や仕組みについて、生産者など関係者の理解と協力を得ること、旧不利性事業の補助対象者の円滑な移行を図ること、北部離島市町村と十分連携することなどが挙げられます。県としましては、引き続き生産者団体をはじめとする関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に対応してまいります。同じく1の括弧4のう、国営関連土地改良事業の予算確保の取り組みについてお答えいたします。離島における農産物ブランド化には、農業用水の確保が必要であり、農業基盤整備の推進が重要であります。このため県では、市町村や国営事業推進協議会等と連携し、令和5年度の農業農村整備事業関係予算の確保を、本年8月に国へ要請したところであります。県としましては、引き続き必要な予算の確保に努め、国営関連事業を推進してまいります。続きまして4、県土強靭化防災減災についての括弧に、台風の被害状況と対策についてお答えいたします。台風の襲来による農林水産業関係の現時点の被害額は、台風11号関連で約9億6千万円、台風12号関連で約2億8千万円、台風14号関連で約6千万円となっており、大東島や先島地域を中心に、サトウキビ等で被害が生じております。このため、農林漁業者に対する支援として、営農相談窓口の設置、農業共済、収入保険等による被災農家への補償、サトウキビ増産基金を活用した生産回復支援等を行っているところであります。県としましては、引き続き関係機関等と連携を図りながら、各種支援に取り組んでまいります。続きまして、6、農林水産行政についての括弧1、
飼料高騰対策の実施状況についてお答えいたします。6月補正予算で措置した飼料価格高騰に対する支援については7月に関係機関との調整を開始し、9月から10月にかけて乳用牛の更新費用や粗飼料購入費用の補助にかかる農家への説明会を実施したところであります。今後農家から申請があり次第迅速に手続きを進めてまいります。また配合飼料価格安定制度における農家負担分への補助については事業実施体となる JA や沖縄県配合飼料価格安定基金協会等と7月に調整を行い、その後当団体が8月から9月にかけて農家へ説明を行っております。県としましては早急に事務手続きを進め迅速な支援に努めてまいります。同じく6の括弧に沖縄県のブランド牛戦略についてお答えいたします。本県の肉用牛農家は高地生産を行う繁殖経営が主体となっており、県では有料飼育牛の造成および凍結生液の供給体制を構築し、肉用子牛の改良に取り組んでおります。合わせて肥育経営を強化するため生産拡大に向けた牛舎整備や肥育元牛の導入費補助、県外や海外への牛肉の販路拡大について支援を実施しております。全国和牛能力共振会につきましては県産飼育牛を活用し生産された繁殖メス牛と肥育牛を沖縄県から過去最多の8部門に出品しており、県外購買者に対する県産和牛の認知度向上によるブランド強化に取り組んでまいります。同じく6の括弧3、県内酪農家の現状と支援策についてお答えいたします。県内酪農家につきましては、コロナ禍の休校による学校給食用牛乳の出荷停止や、ウクライナ情勢等による飼料価格の高騰などにより、非常に厳しい経営状況にあります。このため県では、6月補正予算により、乳用牛の更新費用や、粗飼料購入費用への補助について予算措置し、現在、農家への説明会を終えたところであります。また、今後の酪農経営の立て直しに向け、関係機関と沖縄県酪農農業協同組合をメンバーとした酪農経営強化チームを7月に設置し、酪農家への経営診断を行っております。合わせて、生乳の生産や流通量等の適正化を図るため、酪農組合、乳牛メーカー、県の3社による意見交換等を行っております。同じく6の括弧4、海面漁業及び養殖業の振興強化についてお答えいたします。県では、新沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、水産資源の持続的な有効利用を図る資源管理型漁業の遂行と、本県の温暖な亜熱帯環境特性を踏まえた海面養殖など、沖縄型作り育てる漁業の振興を図るため、各施策に取り組んでいるところであります。県としましては、スジアラ等の重要対象種の持続可能性評価と管理策強化による資源管理の推進や、モズクの高水温耐性株の選抜育種による効率的な養殖技術の開発等により、適切な保全管理と安定生産に努め、水産業の振興強化に取り組んでまいります。以上でございます。環境部長、金城勝君。第6次の沖縄振興についての括弧4の異、離島における産業廃棄物の合わせ処理や広域化についてお答えをいたします。離島地域では処理できない廃棄物を島外へ輸送し処理せざるを得ないことなどから処理コストが割高となる状況があります。離島地域の処理コスト低減については県において小型焼却炉による合わせ処理により実証できたことから、現在、多良間村、久米島町及び粟国村で合わせ処理が行われているところです。また、民間事業者により処理される産業廃棄物は、広域的な処理が難しいことから、離島における産業廃棄物処理
業者への支援として産業廃棄物処理施設の整備に対する補助事業を実施しているところであり、使用済み自動車等の海上輸送補助制度の活用などについても引き続き周知等の取り組みを強化してまいります。以上でございます。総務部長宮城勤君。第6次の沖縄振興についての括弧6のA、3000億円台確保の根拠についてお答えいたします。令和5年度沖縄振興予算の要請にあたっては、子どもの貧困問題や離島の定住条件への取り組み、市町村から強い要望のあった公共事業費などを積み上げたところ、ソフト交付金は約591億円、ハード交付金は約687億円と、今年度予算を大きく上回る計画額となりました。そのため内閣府に対しては、財務省の概算要求基準で示された要求可能額を最大限活用した概算要求を行っていただき、総額3000億円台の沖縄振興予算の確保を求めたところであります。同じく1の括弧7のA、原油価格・物価高騰分の地方創生臨時交付金の予算計上状況等についてお答えいたします。原油価格・物価高騰分の地方創生臨時交付金については、6月および8月補正予算で交付限度額 48.6 億円に一般財源約8億円を加えて県予算に計上したところであります。執行率は補助金交付要項の策定や執行を支援する委託事業者の公募選定、制度の周知などに時間を要することから、令和4年8月末時点では 2% となっております。県としましては、原油価格・物価高騰の影響を受けた事業者等を支援するため、引き続き全力を挙げて早期執行に取り組んでまいります。同じく1の括弧7のう、新たな経済対策の予算計上時期についてお答えいたします。政府が10月末を目途に総合経済対策を策定するとしていることから、県としては情報収集に努めるとともに、その効果が早期に発現するよう適切に予算を編成してまいります。次に4、県土強靭化・防災減災についての括弧1の E のうち、県が所有する公共施設の老朽化の状況についてお答えいたします。県が管理する庁舎・県立学校・県営住宅・県立病院等の公共建築物671施設のうち、築30年以上の建物の割合は面積ベースで約 38% となっております。そのため県では平成28年度に沖縄県公共施設等総合管理計画を策定するとともに、各施設類型ごとに当該計画に基づき個別施設計画を作成の上、施設の状況を把握し、長期的視点に立った維持管理・建て替え等を推進しているところであります。同じく4の括弧1のう、過去5年間の公共施設等適正管理推進債の活用例についてお答えいたします。過去5年間における公共施設等適正管理推進事業債の活用例は41件で、記載額は約33億円となっております。本事業債は公共施設等総合管理計画に基づいて行われる施設の長寿命化や除却にかかるものとなっており、本事業債を活用し、沖縄コンベンションセンターや県民の森、警察庁舎などの公共施設の長寿命化対策を行ったところです。同じく4の括弧1の A、
公共施設等適正管理推進債の制度変更点等についてお答えいたします。公共施設等適正管理推進事業については令和4年度から脱炭素化事業や空港施設にかかる長寿命化事業などが追加されております。令和5年度当初予算編成にあたってはこれまで活用している公共施設の長寿命化事業での活用を図るとともに脱炭素化などの新たに追加された分野については事業の必要性や効果等を勘案しながら財源としての活用を検討することになると考えております。同じく4の括弧8、沖縄県防災危機管理センター等仮称整備事業の進捗についてお答えいたします。県では集中豪雨や台風などの自然災害のみならず新型コロナウイルス感染症など複雑多様化する危機事案に迅速かつ的確に対応する拠点となる沖縄県防災危機管理センター等仮称の整備を進めているところであります。同センターには常設の災害対策本部室や本庁舎用も含む非常用発電機等を設置することとしており令和7年度中の供用に向けて現在実施設計を行っております。以上でございます。失礼いたしました。答弁漏れがございました。1、第6次の沖縄振興についての括弧7の E、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援、地方交付金の予算計上状況等についてお答えいたします。電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金分の、地方創生臨時交付金については9月20日に交付金制度要項が改正され、制度の詳細が示されるとともに、交付限度額が通知されたことから、現在、効果的な事業を検討しているところであります。県としましては、早急に予算を編成し、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する支援について、しっかりと取り組んでまいります。以上でございます。知事公室長、嘉数昇君。2、基地問題安全保障についての括弧1のA、安全保障環境に対する認識についてお答えいたします。アジア太平洋地域の安全保障環境については、中国の軍事力の強化、東シナ海、南シナ海における現状変更の試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題などが存在しております。また、去る8月4日には、中国軍が発射した弾道ミサイルが沖縄近海に落下し、10月4日には北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本上空を通過するなど、より厳しさを増していると認識しております。アジア太平洋地域の平和と安定は、県民の生命、財産を守り、沖縄の振興発展を図る上で極めて重要であることから、関係国等の平和的な外交対話によって、緊張緩和や信頼関係の構築が図られることが重要と考えております。同じく2の括弧1のう、先島への避難シェルター配備の報道についてお答えいたします。令和4年9月16日、内閣官房において避難シェルターの使用に関する調査費を令和5年度の予算概算要求で計上し、先島諸島などで整備を検討しているとの報道がありました。報道について内閣官房事態室に確認したところ、当該経費は海外の事例やシェルターの使用等について調査するための経費であり、避難シェルターの整備場所については現時点で検討していないとのことです。一方、県では国民保護法に基づき避難施設として県内で1301箇所の既存の建物や広場等を指定しており、コンクリート造り等の堅牢な建築物や
地下施設の緊急一時避難施設は938箇所で、うち地下施設は6箇所となっております。なお宮古地域の避難施設は89箇所で、うち75箇所が緊急一時避難施設、八重山地域の避難施設は41箇所で、うち緊急一時避難施設は35箇所となっており、佐喜島地域において現時点では地下施設の指定はありません。県としては引き続き避難シェルターに関する国の検討状況を注視するとともに、避難施設の指定に努めてまいります。同じく2の括弧1の A、 平和安全法制上の台湾有事の位置づけ及び国民保護の仕組みについてお答えいたします。国は台湾をめぐる問題については、対話により平和的に解決されることを期待するというのが従来から一貫した立場としております。武力攻撃事態等および緊急対処事態については、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府がすべての情報を総合して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難としており、平和安全法制上における台湾有事の明確な位置づけはありません。国民保護法においては、国はあらかじめ国民保護の保護に関する基本的な方針を定めるとともに、国民保護措置の実施、地方自治体の支援など、国全体として万全の体制を整備する責務があります。また、地方自治体は国が定めた同方針に基づき、国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する責務を有しております。同じく2の括弧1の O、 国民保護の仕組みや体制に万全を期すことについてお答えいたします。武力攻撃事態や大規模テロなどの緊急対処事態はあってはならない非常事態ですが、万が一発生した場合に備え、住民の生命、身体及び財産を守る国民保護措置の対処能力の向上を図ることは重要と考えております。このため県では内閣官房や消防庁、先島諸島を含む市町村、沖縄総合事務局、沖縄県警察、自衛隊、第11管区海上保安本部など関係機関と意見交換及び訓練などにより、国民保護措置や各課題への対応などに万全をしてまいりたいと考えております。同じく2の括弧2のあの括弧あ、辺野古移設をめぐる裁判費用についてお答えいたします。県と国の間で発生した裁判に直接要した経費は、弁護士委託料、検証作成料、応訴費用等も含め、総額1億86万7926円となっております。同じく2の括弧2のあの括弧い、最高裁の司法判断についてお答えいたします。県が行った不承認処分をめぐっては、先般提起した抗告訴訟を含めて、3件の訴訟が係争中であり、この段階で裁判の結果に対する対応について、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。同じく2の括弧2のあの括弧う、普天間飛行場の早期の危険性除去についてお答えいたします。県は、普天間飛行場の危険性の除去は、辺野古移設に関わりなく実現されるべき喫緊の課題であると考えており、日米両政府に対し、同飛行場の県外・国外移設及び早期閉鎖返還を求めているところであります。県はすでに埋め立てが行われた辺野古側に普天間飛行場のヘリ等の運用機能を移設してはどうかとの意見があることは承知しておりますが、国からはそのような提案はなく、県としても検討しておりません。同じく2の括弧2のう、防災整備格納庫移設計画への対応についてお答えいたします。県は去る9月の6日から14日にかけて、沖縄防衛局、外務省沖縄事務所、在沖米国総領事館及び在沖米空軍に対し、嘉手納飛行場内の通称パパループへの防災整備格納庫移設計画を即時撤回すること等を強く要請したところです。また知事は去る9月28日に浜田防衛大臣と、10月3日に松野官房長官と、同月4日には林外務大臣と面談した際にも同計画の撤回を要請しました。各大臣からは引き続き米側としっかりと協議する、
現地司令官をはじめ、米国防総省にも計画の撤回を強く働きかけて旨の回答がありました。県としては同格納庫の建設により地元の負担がこれ以上増加することがあってはならないと考えており、引き続き嘉手納町と連携しながら粘り強く取り組んでいきたいと考えております。同じく2の括弧3のう、ロシアによるウクライナの一部地域の編入に向けた動きについてお答えをいたします。ロシアがウクライナの一部地域を編入するとしていることについて、国連のグテーレス事務総長は9月29日、声明を発表し、脅威や武力を用いてある国が他国の領域を編入することは、国連憲章や国際法に違反すると述べております。また9月30日には、岸田総理大臣も、ロシアによる編入に向けた動きは国際法違反であると述べております。県としてはこれまでもロシアによるウクライナ侵攻は人道的な観点はもとより国際社会の秩序の維持という観点からも決して看過できるものではないと申し上げてきたところであり、一日も早く停戦が実現し、ウクライナ、ロシア両国民が平穏な生活を取り戻すことが重要であると考えております。次に4、県土強靭化防災減災についての括弧3、政府地震想定の改定に伴う県の対策についてお答えいたします。沖縄県地域防災計画では、東日本大震災の教訓を踏まえ、最大クラスの地震津波の想定としてマグニチュード9クラスの地震を想定しております。県では観光客要支援配慮者を対象とした津波避難訓練をはじめ、広域物資輸送拠点等における輸送訓練、消防や警察、自衛隊、海保等との救出救助訓練等を実施することとしております。また台風等災害が発生する恐れがある場合に、県民等へハザードマップや避難所の事前確認、早めの避難などの注意喚起を行っております。県としてはテレビ、ラジオ、インターネット等を用いて県民へ防災対策の普及啓発を行うなど、地域防災計画における災害予防の推進を図り引き続き市町村と関係機関と連携しながら防災対策の充実強化に取り組んでまいります。同じく4の括弧4、消防防災ヘリに対する認識及び導入の時期についてお答えいたします。消防防災ヘリコプターの導入については、本県が島しょ県であり、大規模災害時における他県等からの応援に時間を要する中、県自ら対応が可能となることから県民の安全安心を支える重要な事業と考えております。そのため県では、県及び41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘリコプター導入推進協議会において、運用体制や市町村消防機関からの人員派遣、ヘリ機体とその整備の使用や、ヘリ基地となる沖縄県消防防災航空センター仮称の整備等について協議を重ねており、令和7年度の運用開始を目指してまいります。同じく4の括弧6、離島住民の避難及び安全確保並びにその周知方法についてお答えいたします。地震や津波により大規模な災害が発生した際の避難指示、避難誘導、避難場所等については、沖縄県地域防災計画の避難計画で定めており、離島を含む県全体に係る内容としております。また警報並びに避難指示等は、市町村防災行政無線、緊急速報エリアメール、テレビやラジオ放送等により居住者等へ伝達することとしております。さらに避難体制の整備については、市町村長が平時から緊急避難場所および避難所を指定し、ハザードマップ等で公表することとしております。同じく4の括弧7、自衛隊による貢献と連携状況についてお答えいたします。県では日頃より自衛隊と緊密に連携を取っており、大型台風時のリエゾン派遣や災害復旧のほか、急患搬送、不発弾処理等で支援をいただいております。また陸上自衛隊と県の共催により、大規模災害を想定して図上訓練等を行う美ら島レスキューを実施しているところです。
なお、沖縄県地域防災計画では、自衛隊災害派遣要請計画において、災害派遣を要する場合の基準、要請者、派遣部隊の活動内容、その他災害派遣に関する事項を定めております。近年は、豚熱や新型コロナウイルス感染症など、危機事象が多様化しているため、緊急時等に迅速な対応ができるよう、引き続き自衛隊と連携を図ってまいります。以上でございます。商工労働部長、松永京君。2、基地問題安全保障についての括弧1の E、中国・台湾との関係構築についてお答えします。本件は中国との交流の歴史等を踏まえ、平成9年に福建省と友好憲章を締結するとともに、平成28年には県商工労働部と福建省商務庁の経済交流促進に係る覚書を締結しております。また、台湾とはこれまで製造、物流、情報、通信関連分野等において、双方の経済団体等による連携構築を促進しております。県では北京、上海、台北に事務所を設置しており、中国や台湾と経済交流を深めることで、友好的な関係構築に努めてまいります。なお、一帯一路構想につきましては、引き続き国際情勢や政府の動向を注視してまいります。3、産業振興についての括弧1のA、石油・石炭を中心とする構造からの転換についてお答えします。県では沖縄県クリーンエネルギーイニシアティブでエネルギーの地産地消化を掲げ、再エネを中心とした県産エネルギーの利用拡大に取り組んでおります。具体的には再エネ設備導入に係る税制上の特例措置の活用促進に加え、今年度新規事業として離島における太陽光発電事業への補助や県産水溶性天然ガスの利用拡大に係る可能性調査等を実施しております。県としましては、これらの取り組みを通じて、エネルギーの地産地消を推進し、外部環境への依存を低減してまいります。同じく3の括弧1の E、県内における水素普及の取り組みについてお答えします。県では、今年3月に改定した沖縄県クリーンエネルギーイニシアティブにおいて、水素・アンモニア電源比率の目標を新たに掲げております。小規模離島を多く抱える本県における水素の製造、輸送、貯蔵、利用の各段階での課題を踏まえ、県では今年度、離島における水素の可能性調査に着手しております。また、沖縄電力など民間企業5社が国事業として今年度実施する水素の調査事業についても注視しつつ、沖縄における水素の普及に向け取り組んでまいります。6、農林水産行政についての括弧5、工業用地の確保についてお答えします。県では、高付加価値製品を製造する臨空・臨港型産業の集積に向け、市町村と連携して企業誘致等に取り組んでいるところです。市町村における産業用地の確保については、都市計画や農業振興など、他法令との調整が必要となることから、市町村が計画等を策定するにあたり、必要な情報提供や意見交換等を行うこととしております。県としましては、引き続き市町村における産業用地の確保が円滑に行われるよう、関係部局と連携して取り組んでまいります。以上でございます。企業局長、松田悟君。
2、基地問題安全保障についての括弧2の異の括弧あ、浄水場における PFOS 等の除去技術についてお答えします。米国環境保護庁によると活性炭やイオン交換樹脂などは PFOS 等の除去に有効であるとされております。企業局では令和元年から2年にかけて国内で入手可能な11種類の流状活性炭について調査し、その中で最も PFOS 等吸着効果の高い流状活性炭への取り替えを進めているところであります。同じく括弧2の異の括弧異、除去費用を国や米軍に求めることについてお答えします。 PFOS 等吸着効果の高い流状活性炭への取り替えについては補助率3分の2の防衛省補助を活用して実施しているところであります。事業の総額は約13億3000万円で、うち9億5000万円を国が負担する予定となっております。以上でございます。土木建築部長島袋義明君。4、県土強靭化防災減災について括弧1のあ、県の空き家対策と公営住宅の方針についてお答えいたします。空き家対策については、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村において空き家等対策計画の策定及び計画に基づく対策を実施することとしております。県においては市町村に対する情報提供及び技術的助言を行っております。県営住宅については、沖縄県公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、老朽化した団地の建て替えや改善事業を実施しております。今後は公営住宅ニーズに柔軟に対応するため、民間活力の導入についても検討していきたいと考えております。同じく4の括弧1の E、県内各所の耐震化についてお答えいたします。大規模な地震発生時の際に行政機能を確保する観点から、災害応急対策の拠点となる庁舎、病院、警察署、消防署のほか、住民における避難施設となる学校や体育館、公民館等の建築物については耐震化を図る必要があります。県としては国や市町村と連携を図り、計画的かつ重点的な耐震化の促進に取り組んでまいります。同じく4の括弧に、土木施設等の台風被害状況と復興についてお答えいたします。台風11号および12号による被害状況は、竹富町の県道白浜早見線における車道沈下、宮古島市の国道390号における案内標識倒壊、南大東村の南大東港における荷さばき地舗装の損傷、そのほか各地の道路や公園で倒木等の被害が発生しました。これらの被害箇所については応急措置等を行っており、引き続き速やかな復旧に取り組んでまいります。次に5、文化観光スポーツ行政についての括弧1の絵の括弧あ、今回の復元と平成の復元工事との違いや特徴的な事柄についてお答えいたします。首里城正殿について、平成の復元では国が主体となって整備を行いましたが、令和の復元では県内外から寄せられた寄付金を活用し、木材や瓦等の調達、彫刻物、焼き物、扁額等の制作にあたり県が主体的に行ってまいります。また令和の復元では防災対策の強化や平成復元後に判明した新たな知見に基づく復元に取り組んでおります。次に5の括弧1の絵の括弧 E、 首里城における指定管理者の管理責任についてお答えいたします。首里城における指定管理者の選定については、必要な公募機関の設定や外部有識者等で構成する指定管理者制度運営委員会において事業計画等を審査しており、
県の方針に基づき適正に行っているところです。また沖縄県警察の捜査結果等において火災発生の原因は特定されませんでしたが、県は施設の管理者として、沖縄美ら島財団は指定管理者として責任があると考えております。美ら島財団は防災危機管理室を新たに設置するとともに、夜間を想定した火災訓練の実施や初期消火訓練を毎月実施するなど、自衛消防活動等を見直しており、管理体制の強化に取り組んでおります。県は現指定管理者である美ら島財団の防災対策の取り組みを丁寧に説明するなど、県民の理解が得られるよう努めてまいります。以上でございます。文化観光スポーツ部長、宮城次義君。文化観光スポーツ部行政についての括弧1の A、琉球歴史文化の日事業についてお答えします。県では11月1日を琉球歴史文化の日と定めたこと、およびその趣旨について普及啓発するための広報活動と、県民が沖縄の歴史と文化への理解を深めるための琉球歴史文化の日事業を実施しております。令和4年度は親子で琉球の歴史文化を学ぶワークショップや琉花および写真コンテストの実施、第7回世界の知覧地大会と連携し、海外移民の歴史をテーマにした講演会およびシンポジウムの開催、市町村等が実施する連携事業に関する情報発信を行ってまいります。次に5の括弧1の E、 世界の知覧地大会における水際対策等についてお答えします。県では安全安心な大会とするため、来県される参加者に対しワクチン接種を最新の状態にすることに加え、旅行開始前に PCR 検査で陰性の確認を事前に呼びかけているところです。また、沖縄県対処方針等を踏まえた入場時の検温、有症状者への抗原検査の実施、抗原検査キットの配布などの感染対策を実施してまいります。参加者が体調不良となった際の対応については、多言語での相談窓口の設置や、宿泊療養施設の活用など、関係機関と連携しながら、受け入れ体制の準備を進めているところです。次に、5の括弧1のう、国民文化祭に係る県の取り組みについてお答えします。第37回国民文化祭、第22回全国障害者芸術文化祭を、統一名称、美ら島沖縄文化祭2022とし、令和4年10月22日から11月27日までの37日間開催いたします。期間中、県主催事業として天皇皇后両陛下のご臨席が予定されている開会式のほか、沖縄音楽フェスティバルなど沖縄文化の魅力を発信する事業や、全国アート作品展などの障害者交流事業を実施します。また市町村主催事業として競技かるた全国大会など、全国の文化団体と連携したイベントや、各市町村の特色を生かした文化イベントを実施いたします。次に、5の括弧1の O、琉球舞踊の普及継承についてお答えします。文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を築いていく基盤として、本県の発展に欠かせないものであります。琉球舞踊をはじめとする伝統芸能等の普及継承については、担い手の育成や県民等が琉球舞踊に触れる機会の確保等が必要と考えております。このため、県では新沖縄20世紀ビジョン基本計画において、琉球舞踊その他の伝統芸能の鑑賞機会の提供、情報発信等に取り組むとともに、関係団体と連携して若手実演家の講演機会の充実等に取り組んでまいります。次に5の括弧1の課、食文化事業の取り組みについてお答えします。県では沖縄の伝統的な食文化の普及啓発活動を行う琉球料理伝承人の育成や
活動支援、食文化の情報発信、琉球料理が味わえる店、菓匠、認証制度の検討などを行うこととしております。また、伝承人の育成強化を図るため、普及啓発活動の中心的役割を担い、伝承人の指導を行う講師について、その位置づけや選定及び認証方法などについて、関係者の意見を聞きながら整理を行っているところです。県としましては、これらの取り組みを通して、沖縄の伝統的な食文化の保存、普及、継承に取り組んでまいります。次に、5の括弧2のあの括弧あ、5の括弧2のあの括弧い、観光収入と1人当たり消費額の算出方法についてお答えします。5の括弧2のあの括弧あと、5の括弧2のあの括弧いは、関連しますので、恐縮ですが、一括してお答えします。観光収入については、国内客及び外国空路客、外国回路客の1人当たりの消費額にそれぞれの入域観光客数を乗じることで算出しております。観光客1人当たり消費額については、観光客に対して空港や港で行っている県内での消費額等に関するアンケート調査に基づき算出しております。次に5の括弧2のあの括弧う、観光ビッグデータの集積、収集、集積についてお答えします。観光ビッグデータは、観光客の傾向や特性を把握する上で有効な情報になると考えております。このため、県では、携帯電話の GPS 位置情報を利用した訪問地、観光ルート、滞在時間などの動態データ、クレジットカードの情報を利用した消費データ、SNS データ等を収集し、属性別、季節ごとに観光客のニーズや傾向等を分析する調査事業を実施しております。引き続き観光ビッグデータの収集、集積に努めるとともに、データを活用した戦略的な誘客施策等の展開につなげてまいります。次に、5の括弧2の E、受け入れ体制の整備についてお答えします。沖縄観光においては、国内客が回復傾向にあり、また、ビザ取得免除等に伴う外国人観光客の増加が見込まれることから、受け入れ体制の強化が必要だと考えております。県では、赤字事業者の事業回復に必要な人材の確保などの経営改善計画に基づく取り組みに対し、最大600万円を補助する経営改善サポートに取り組むほか、インターンシップ受け入れ支援やスキルアップ研修の実施、観光の貢献度を分かりやすく伝えることによる業界のイメージ向上、就職イベントの周知等に取り組んでまいります。引き続き観光関連事業者と連携し、受け入れ体制整備の支援に努めてまいります。次に、5の括弧2のう、沖縄県観光危機管理計画の改定についてお答えします。県では、新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、令和4年3月に沖縄県観光危機管理計画を改定したところです。主な変更点として、基本計画と実行計画の重複部分を整理し、管理計画として一本化、危機に応じた行動手順を記載した対応マニュアルの策定、市町村等との連携強化のため、コミュニケーションツールの導入、域内需要喚起策などの経済対策や国際線の再開に向けた取り組みに係る記載の追加などがあります。本計画に基づき、日頃より管理体制を構築し、危機管理に対応してまいります。次に、5の括弧2の A、沖縄高専の観光・地域共生デザインコースに係る県との連携についてお答えします。県立沖縄高専における地域共生デザインコースの開設にあたり、観光人材育成の産学官協議会が開催され、沖縄県からは、照屋副知事が構成メンバーとして参加しました。県では、同コースの令和5年4月の開設に向け、講師人材、連携企業の紹介や、県内中学校への周知等を行います。また、コース開設後も、より質の高い人材が輩出されるよう、産学官連携してフォローアップを行っていきたいと考えております。次に、5の括弧2の O、観光業への支援についてお答えします。県では、沖縄観光の早期回復・復興に向け、赤字の観光事業者に最大600万円を補助する経営改善サポートや、県独自の事業者復活支援金の給付などによる経営支援策を実施していくほか、沖縄再発見キャンペーン NEXT の実施などによる
切れ目のない需要喚起策を実施してまいります。財源確保に向けては、昨年7月に観光業界との連携協力のもと、国への要請を行ったほか、9月にも沖縄担当大臣へ要請を行ったところであります。今後も観光業界と緊密に連携し、国へ財政支援を求めながら、早期回復に向け必要な施策を展開してまいります。次に5の括弧3のあの括弧あ、FIBA ワールドカップ2023の経済効果等についてお答えします。本大会はバスケットボールにおける世界最高峰の大会であり、国内外から多くのファンが来沖することが見込まれております。平成31年3月の日本バスケットボール協会の報告によれば、県外から約4万人の来場者が見込まれ、県全体で約63億円の経済効果が見込まれております。県では今大会を最大限に活用し、本県の文化、歴史や自然環境をアピールするとともに、地域のにぎわいや子どもたちの交流を創出するなど、地域経済の振興を図ってまいります。次に、5の括弧3のあの括弧 E、大会開催にあたっての警備体制についてお答えします。大会の警備を含む受け入れ体制については、本年7月に県を事務局として設置した FIBA バスケットボールワールドカップ2023開催地支援協議会において構築することとしております。大会開催に向けた警備体制について、県では日本バスケットボール協会とともに、開催地支援協議会を構成する県警本部や沖縄市をはじめとする関係機関と連携し、警備計画を作成するなど、安全安心な大会運営の支援に努めてまいります。次に、5の括弧3の E、スポーツコンベンション誘致についてお答えします。県では、日本代表や各国代表、トップリーグ所属のチームに、温暖な気候等の優位性を生かして、直接アプローチを行い、キャンプ、合宿等のスポーツコンベンションの誘致に取り組んでおります。また、円滑なキャンプ、合宿をサポートする窓口として、スポーツコミッション沖縄を設置し、県内スポーツ環境の魅力発信や関係機関とのコーディネートなどを行っております。県としては引き続き、スポーツコミッション沖縄や市町村等の関係機関と連携し、スポーツコンベンションの誘致に取り組んでまいります。次に、5の括弧3のウーの括弧ア、J1 規格スタジアムの整備についてお答えします。スタジアムの整備については、法規制への対応、既存イベントとの調整、財源確保等の課題整理に取り組んでおります。具体的な都市計画法の用途緩和等に向けた関係機関との協議、民間投資を含むさまざまな財源の検討を進めております。今年度は建築コストの精査及び縮減方策の検討や、収支計画の改善に向けた検討等を行うこととしており、引き続き条件整備を進めてまいります。次に、5の括弧3のウーの括弧 E、アーバンスポーツ施設の整備状況と県の取り組みについてお答えします。アーバンスポーツは、BMX、スケートボード、スポーツクライミング等、東京五輪の競技種目を中心に注目が集まっており、若者に人気が高まっております。県内では、ハイバルスケートパークや、那覇新都心公園スケートパークなど、市町村において施設整備が進められております。アーバンスポーツは、気軽に始められ、ファッション性が高いことなどから、若者を中心に競技人口の増加の可能性が高いため、県では競技団体と連携し、大会等のイベント開催を通して、普及に取り組んでまいります。以上でございます。休憩いたします。再開いたします。文化観光スポーツ部長、宮城次義君。先ほど5の括弧2の O、観光業への支援についての答弁の中で、ですね、財源確保に向けては、
今年7月にと、答弁すべきところを、昨年7月にと答弁したようです。財源確保に向けては、今年7月に観光業界との連携協力のもと、国への要請を行ったほか、9月にも沖縄担当大臣に要請を行ったところでありますと、形で、お詫びして修正いたします。休憩いたします。企業局長から発言の申し出がありますので、これを許可します。企業局長、松田悟君。先ほど答弁いたしました、2、基地問題安全保障についての、括弧2の異の括弧異の答弁の中で、PFOS 等吸着効果の高い流状活性炭への取り替え事業の総額について、約14億3000万円と答弁すべきところ、13億3000万円と答弁しておりました。お詫びして訂正いたします。再開いたします。荒垣義生君。意外と時間がないので、はい、じゃあすいません、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、今回の振興予算の件に関してですけれども、沖縄県としてはですね、なぜ振興予算が減らされたということについてですね、県として検証したことはありますでしょうか。総務部長、宮城勤君。はい、沖縄振興予算、特に一括交付金については、平成29年度来、減額が続いております。当初は、繰り越しが多い、不要が多い、いわゆる執行の状況が悪いということでございました。その後、執行率の改善、あるいは扶養額の縮減に向けて取り組んできたところ、なお減額が続いている、概算要求を行うのは内閣府でありますが、確認するところ、所要額、必要とされる所要額を積み上げたところ、あるいは令和5年度の概算要求にあたっては、一括交付金について、昨年末の予算編成の議論を踏まえて、令和4年度と同額を要求したというふうな回答を得ているところでございます。ただ、県としましては、一括交付金が減少することによって、さまざまな事業で県も市町村も事業の取り組みが遅れているという状況がございます。市町村の要望も踏まえた上で、年末の予算編成に向けてですね、沖縄の声をしっかり届けていきたいというふうに考えております。君、はい、もちろんですね、内閣府が、減額という話をしていますけれども、県としてはですね、なんでこれ、減ってるのかなということの検証というのはあったんでしょうか。総務部長、宮城勤君。はい、先ほど申し上げました、執行率の改善に努める、あるいは事業の必要性について、その都度資料を。さまざまな視点の資料作成の上、内閣府に求めているというところでございます。荒垣義生君。はい、ありがとうございます。ではですね、これまでですね、先ほどちょっと中田議員の時にもお話しされてましたけれども、県のですね、基金の残高の推移と、県債の残高の推移というのはどのようになっているのかというのを教えていただけますか。休憩いたします。総務部長席。県の基金の残高と県債の残高の、部長、多分ちょっと長くなると思うんで、第 5時ぐらい、5時の進行計画中ぐらいでもいいです。はい、開催します。総務部長、宮城勤君。はい、財調につきましては、平成23年度来、
200億円台前半で推移しておりました。令和3年度は先ほど申し上げた465億円、それから県債の残高でございます。令和元年度が6005億円、令和2年度が5947億円、令和3年度が5978億円となっております。荒掛義雄君。そうですよね、ちょっと、私が調べた限りだと、平成27年からのやつ調べたんですけどね、基金残高、これはあの見たら704億円だったのが、令和2年で747億円になっていて、県債はですね、平成27年で6630億から5978億になっているんですよ。借金減らして、貯金が増えているという感じなんですけれども、この点というのはなぜそういう状況になっているのか教えていただけませんか。総務部長、宮城智君。はい、令和3年度の末の財調の残高が465億円、でこれで令和4年度の当初予算にすでに計上しておる取り崩し額が232億円、それからもうすでに6月補正、8月補正、9月補正で計上している分もございます。そして加えて、実は普通交付税の税収の上振れ分にかかる精算がございまして、後年度112億円、この交付税が減らされるという部分もございます。これを除くと、ちょっと休憩をお願いします。休憩いたします。はい、開会いたします。総務部長、宮城総務君。それを除きますと、今後のさまざまな特殊の財政需要に対応できる部分として、120億程度という今、状況にございます。特にコロナ関連で、さまざまな財政出動が必要になって、その経費として財政を取り崩して当てたけれども、さまざまな事業でまた不要等が出て、財調が今一時的に増えているというような状況にございます。荒掛義雄君。私だったらですね、貯金増えてるし借金返してるし、結構余裕あるのかなというふうに見られてしまうんじゃないかなということがあるので、この辺はですね、先ほど検討どのようにされているかというのにもかかっているのかなというふうなことを感じているわけですね。ちょっと時間もないので次進みますね。ちょっとこれ知事にお伺いしたいんですけれども、知事はですね、先ほど台湾のお話が結構いくつか出ておりましたけれども、当選後のインタビューにおいて、つまり有事を想定することは日本の外交の努力が全く成り立っていないことを指摘せざるを得ないと思いますというような発言をされております。で、これに関してですね、日本の外交政策、有事を前提としたその配備計画、あってはならないと思っています。常に外交は有事にならないことを前提として、平和的に外交努力を重ねていくことが最も重要だと思いますと、これは私もそう思いますけれども、じゃあ、その実際のですね、ウクライナ、ロシアの件を見て、この発言、どのように感じておりますでしょうか。休憩いたします。知事のマイケルってことです。その有事、日本の外交政策、有事を前提とした配備計画があってはならないと。だけども、今のそのロシアとウクライナの件がありますよね。こういうことを見た上で、実際この発言については、もうまさにその通りなのか、それとも今考え方が変わっているのか、これは、9月の11日のインタビューなんですけれども、それをね、ちゃんと、いろいろ考えた上でこの発言をされたのかということについて、真意を問いたいと思っています。はい、開催します。知事、玉城デミ君。はい、当然、ロシア、ウクライナの状況については、世界各国がその状況について、注視をしているということについては、議員ご案内のとおりであり、我々沖縄県としても、ロシア、ウクライナのその状況のみならず、世界がどのような
対応で動いているのかということは、国連をはじめとするさまざまな委員会の動きなども注視をしているということであります。ただ、他方でアジア太平洋地域の平和と安定は、これはやはり私からすると、県民の生命、財産を守るということにおいて、やはり平和外交に徹するということが、日本における最大の努力ではないかという方向性で常に考えております。それによって、アジアにおける日本の考え方や方向性というものが、より深く周辺諸国に理解を進めることによって、現在の緊密な経済の関係、それから中国とは若干関係が今冷え込んでおりますけれども、その回復に向けてはですね、中国、韓国ともこれまでのその経済やそれから交流を再開させていく機運を作っていくということも含めて、この地域に安定を図っていくという考えが必要であろうというように思います。いずれもしましても、緊張緩和のためには対話と平和外交に徹していくべきであるということを繰り返し述べているということで、ご理解をいただきたいと思います。柿吉哲夫君。はい、先ほど申しましたけど、私もしっかり外交はすべきだというふうに思っておりますけれども、やはりですね、外交するに並行してしっかりと備えをするということが必要だと思うんですけれども、この点についてはいかがなんでしょうか。知事玉城デニー君。それに関しましても、抑止力の強化だけではなく、併せてやはり平和外交に徹するという方針も示していくということが、我々はこのいざの守りはあくまでも国防の守りであり、決してそれが他国に対して何らかのメッセージを送るようなことにあってはならないということを前提に申し上げている次第であります。原影義雄君。シェルターを作ったりとかですね、防衛をしっかりと守るということは、何かその相手を刺激することになるんでしょうか。休憩いたします。再開いたします。知事玉城デニー君。はい、あくまでもやはり国防という概念は、国防ということの、そのいろいろな計画などによっとって行われるものであろうというように思います。それが周辺環境をいかにして、この日本全体のその国防の政策が同盟関係の中での安定によって進められているという状況が重要であろうというように思います。ですから、例えばロシアとウクライナの状況によって、そのあたかも日本に対してですね、それが例えばロシアからの脅威が迫っているかのような、そういう方向性で、取られるということは、まずもって控えるべきであろうというように思いますし、やはり国防の計画は計画的に進められるべきであろうというように思います。柿吉哲夫君。もうちょっとね、話が噛み合わないのであれなんですけど、その先ほどですね、答弁の方にもありましたけど、中国とも台湾ともいろいろとこう仲良くやっていくというような趣旨だったと思うんですけれども、過去にですね、知事は一帯一路構想ということについて言及されたことがあるかと思いますけれども、これはですね、非常に中国と沖縄、その間にある台湾というのは非常に大事な場所だと思っておりますけれども、知事はですね、この台湾についてどのようにお考えを持っているのか、その独立した一つの国家であった方がいいと考えているのか、それとも中国に属した一地方であった方がいいと考えているのか、これを教えていただけませんか。休憩いたします。再開いたします。知事公衆加賀津昇君。
はい、台湾に関するご質問ですけれども、台湾に関するその日本政府 の, その基本的な立場につきましては、岸田総理大臣は今年の8月の10日ですけれども、これ、記者会見において、1972年の日中共同声明を踏まえ、非政府間の実務関係として維持していくことであると発言されているというふうに承知しております。それからこの会見で総理は、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというようなことについても発言されております。荒垣義雄君。そうなるとですね、都合のいいときには、国の言ってる話をそのまま使う、そして、都合のいいとき、悪いときには自分たちの主張をするというふうに言われかねません。でですね、知事、国連に行くという話がありましたけれども、知事はどの立場で国連に行くんですか。休憩いたします。どの立場で。県知事という立場で国連で演説することはできないと思うんですけれども。再開いたします。知事玉城デニー君。私が国際社会においてどのような内容の発言をするかということは、まさに今、検討している段階でありますので、そのどの立場について、まずそれを何か先にどれかを決めるということではなく、総合的に見て、県知事として発言する場所であれば、そのような沖縄県における現状を国際社会に発するということも重要であろうというように考えます。なお、全体については今、検討しているさなかであると思います。県知事として発言というのはなかなか難しいと思います。向こうは NGO の代表、もしくは国の代表という形になると思いますので、なかなか難しいはずなんですね。で、これまでですね、過去にも、尾長知事も国連でのお話をされておりますけれども、その時に、国連からですね、先住民のとしての認めなさいという勧告を受けているという話ですけれども、そのことについてはご存知でしょうか。休憩いたします。知事公衆席。国連勧告でどういう勧告がされているかというご質問でしたでしょうか。先住民としての認めなさいという勧告があったかと思うんですけど、そのことについてご存知ですか、はい、っていう。開会いたします。知事公衆、川和昇君。はい、お答えいたします。沖縄県民が先住民族である国連勧告は過去5回出されておりまして、これまで国連の自由権規約委員会で2回、それから人種差別撤廃委員会で3回の勧告が出されております。荒垣義雄君、はい、この件についてなぜ国連からそういう話が出ているのか、沖縄県民としてこの議論はされたんでしょうか。休憩再開いたします。知事公衆、川和昇君。はい、沖縄県ではこれまで沖縄県民が先住民族であるかどうかのような議論がしておらず、また県全体においても大きな議論となっていないことから、
このことについては意見を述べる立場にないというふうに考えております。県としては先住民族かどうかの議論よりも、沖縄の民主主義、それからその地方自治のあり方について、より議論されるべきだというふうに考えております。はい、この件についてはまた次の議会でやります。ありがとうございます。休憩いたします。